オリンピックのメインスタジアムである新国立競技場を運営する JSC 日本スポーツ振興センターが有識者会議を開き、総工費2520億円の計画が了承されました。国立競技場について話し合う JSC の有識者会議には遠藤利明オリンピック担当大臣、組織委員会の森会長、舛添知事らが出席しました。新国立競技場のデザイン案を決めた建築家の安藤忠雄さんは欠席しました。会議では総工費が2520億円で、その内訳は屋根に950億円、スタンドに1570億円としています。当初の計画である1620億円から900億円増えた理由としては、消費税増税や建設資材や人件費の高騰、新国立競技場の特殊性としています。このうち特殊なデザインを理由として765億円増えていて、人件費や建設資材の高騰が予測できなかったと説明しました。この工期を間に合わせるためのこの大規模な工事をこの期間にやるという、そういう意味での特殊性がそこに加わっているということです。いわゆる建設業界がこれほど忙しくなるということについては、予測をしていなかったということです。新国立競技場の建設は出席委員の過半数の支持で了承され、10月1日の着工を目指して業者と契約する方針です。ここからは取材に当たっている照井記者とともにお伝えします。さあ、照井さん、改めてこの2520億円と膨らんだ金額の内訳教えてください。はい、今日 JSC の有識者会議で示されたのは、はい、2520億円の内訳なんですけども、屋根の部分に950億円、はい、でスタンド部分1570億円というふうで合わせて2520億円という説明になっています。これは屋根をつけなくてもこの2520億円かかるんですよね。その通りです。どうしてその当初の計画から900億円も増加したんでしょうか。その増加したポイントについてですね、かなりみんな注目していたんですけども、はい、最初と計画当初は1625億そうでしたね、あったんですが、この開閉式遮音装置、この屋根の開閉屋根の部分なんですけども、はい、これやスタンド可動式のスタンドをやめたことで260億はカットしたんですが、このようにですね、消費増税、5% から 8% になったということと、建設資材の高騰などで、合わせて1155億が新たに増えて2520億となったということです。一番気になるのが、この特殊性765億円と、一番金額とも大きいんですけれども、これはちょっと具体的によくわからないんですが、どういうことなんでしょうか。今回の新国立競技場のですね、特殊なデザイン、はい、そのデザインゆえ、工事をすることができる業者ですとか、その資材が一般よりもかなり高騰してしまうという、説明でした。基本のデザインは変わらないのに、そう言ってみればこの見込みが甘かったとも言えるんではないでしょうか。会議後の、JSC の会見ではこの見込みの甘さについてですね、いろんな記者からの質問が飛んだんですけども、その点につきましては見込みに 甘かったということについては否定はしてるんですけども、計画当初ですとこの特殊なデザインがどのくらい上がるかということは事前には分からなかったと一方で、話はしています。なかなか話を聞いて納得できる方は少ないかもしれませんが、この点は今後も詳しい説明が求められますね。そうですね、巨額の国費を投じることになりますので、国民の方からはですね、こういった説明を求める声というのが上がっています。もう土壇場に来てね、今頃からねこうやりますっていうことじゃね、ちょっと国民も納得いかんところもあるよ。世界的な競技なんだからね、長期的なビジョンを持ってねやらんかったら日本もダメだ。当初の予定は何だったのかっていうのはありますけどね、そこをちゃんと説明とかしてみんなが納得すればいいかもしれません。日本全体的に一つになれると思うので、そんなにいいと思うんですけど、それによって犠牲になるっていうか、そういう苦しむ人っていうか、そういうのがいるんだったら、ちょっと話は違うのかな。
やはり皆さんの話を聞いていても当初の話とはなかなか納得できるという方は多くはないようですね。そうですね、実際出席した委員なんですけど、有識者会議の委員なんですけども、その中からもですね、今後費用がさらに増えないように抑えるよう、求める声ですとか、国民に対しては丁寧に、説明をもあのして説明を求めるという声も上がっています。はい、そのところで東京都のこの費用負担については何かその後の進展というのはあったんでしょうか。はい、遠藤オリンピック大臣と松井知事はですね、この会議に2人とも出席しているんですけども、会議の冒頭会場に入ってくるときは2人でなんかこう話をしながら入ってくるような様子が見られまして、そしてですね、つい先ほど、遠藤大臣が明日の午後に松井知事を訪問することが決まりました。でそれで舛添知事はですね、会議の中で、JSC の説明を受けてですね、自分としてはその、専門家ではないので、技術的に、どのぐらいがお金がかかるとかどうだという判断はできないと、言ってるんですけども、開催地の、知事として、この新国立競技場については、ここはかなり強調して言ってるんですけども、国が責任を持って、2019年のラグビーワールドカップ、そして2020年のオリンピック・パラリンピックに間に合わせてほしいとかなり強調して話していたのが印象に残っています。ということは、明日その遠藤オリンピック大臣と舛添知事が会談したときにまた一歩何か情報が出るということですね。そうですね、IOC からは今月中の決着を求められていますし、照井さん、10月には着工ということでもう待ったなしの状況という感じですね。ここまで新国立競技場に関するニュースを照井記者とともにお伝えしました。